A ならメジャー行くかもしんねえクラスだったらいいけど、本当にメジャー行くクラスが取れればいいけど、まあ取れないだろうから、メジャー行くクラスは。ああ、何なんだろう、画面分かんないやつじゃないことになるか。出ないと時間少ねえから。学生のピッチャーが大学生の社会人になったら、だねー、全然ピッチャーの方がいいやつだよ。取らなかったら、どうする。守り固めで、あれなんですか、ずーっとキャンプしてるだけのやつしかいねえし、マジで驚きだよね。あともう一人来ねえから、こんな感じになるわな。本当初めてだよね。キャンプしかしてるやついねえわな。キャンパーだから、あと発電機1台回せば最悪出てもらんとかなる。
回ってるうちに回さないとやばい。それの繰り返しだから回さないといけない。捨てたよ。あれ以上でいかないといけない。一人だとキャンプしかしないからって回した方がいいわ。キャンプしかしないから回した方がいいと思うけど、待ってもらって、ああれがねえんだ、パラレルがねえんだ。パラレル、あ、いたいた、来たよ、来た、来ました。あ、助けられる、助けられる。あれに入ったわ。パラレルに入ったよっていうのがよっぽど。パラレル入りましたよっていう。なんてやつ？ランクやったんだ、しかもこれ。ランク？なんかランク上がったな。オッケーオッケー。ランクこれ。あ、結果オーライ。とりあえず FA はピッチャー。投手は大学人、大学生とか。本作の年だから一人か二人でも取れるだけでも大きいわな。あ、そっか、当たり前ですか。分かった、当たり前ですよ。
20、これ4、23。まだ終わんないのこれ。何やってんのかな。やってんだろう。デッドバイの普通のやつだともうあんなのいないから今あの逃げられるから あんなのいないよ。あんなキャンパーみたいなやつはいなくなってる。だってこんなのいなくなってるよ。だってただ回されちゃうから。そんなウルトラレアとかベリーレアとかなもったいないだろう。むしろこれ使うならちゃんと積極的に